ユーロミーズビカは、哺乳高月種目ネズミか大肌顔ネズミ族に、分類される、月種類。ソロモン諸島最終氷河期に、陸続きとなっていたカトカエ島やコリムボンゴラ島、ニュー、ジョージア島といった他の島にも分布している、可能性がある。種商名ビカは、バンギューヌ島で本種を指す故障に由来する。以前から、ニューギニア島やビスマルク諸島に分布する。 大肌カオネズミ族の構成種がソロモン諸島にも分布する可能性が示唆されており、本種のものと思われる食粉などの痕跡も確認されていた。一方で住民への聞き取り調査では、高齢の人では区別できる人はいたものの、特に若い世代間では南洋ネズミやドブネズミと区別されていないことが多く調査が難航した。 2015年に採取され、模式標本となった個体は、伐採された、ディレニアサリモネンシスの倒木の中から現れたが、間もなく死亡した。保存用の薬品がなかったため一度石で埋められた、ものの、約10日後に掘り起こされ分解された、軟組織を除く、頭蓋骨や一部の骨格、体毛が回収された。2017年現在は、模式標本となった個体以外は、 最終例がない。分布が非常に限定的である上に、生息地での森林伐採が進められており、影響が懸念されている。ありがとうございます。